3番手にアルビアーノが上がってきて、外はテイエム大砲、前は4頭、その後爆心帝王、そして外からは2番のサトノルパンが追い上げてくる。フィエロはその後、1番外は11番のサトノアラジンが追い込んで200を切りました。エイシンスパルタン粘って2番手からアルビアーノが追ってくる。外からサトノルパン、そしてサトノアラジンだ。サトノアラジンまとめて差し切って先頭、11番サトノアラジン先頭で五輪。2番手争いは2番のサトノルパンか13番エイシンスパルタンか。